じゃあよろしくお願いします。37番かな。ほう。聖なる方、真実な方、あなたをあがめます。勝利から勝利。
主とお会いする、ハレルヤハレルヤ、感謝します、マラナタマラナタ、主よ来てください、ハレルヤハレルヤハレルヤ、感謝します、マラナタマラナタ、主よ来てください、主よ来てください。19番ハレルヤアドナイ。恐れずに私の言葉を信じて、私の言葉と共に踏み出していきなさいと主は仰せられます。慌てることはありません。私の言葉に力があり、私の言葉に命がある。あなたが私の言葉を聞き、その言葉に従ってくるとき、私の力が、私の恵みが、私の栄光が現れてくると主は仰せられます。幼子のように私の言葉を信じて、私の言葉と共に踏み出しなさい。その時閉じられていた門は開き、その時開かなかった扉は開き、その時動かなかったものが動き出すと主は仰せられます。このあなたは今いるべきところにいなさいと主は言われます。私の霊はあなたを導いています。あなたがいるべきところにいる、ただそれだけで受ける多くの恵みがあると主は言われます。多くの弱さを覚え、多くの失敗を重ね、非常に否定的な思いになっている者たちがいると主は言われます。私はあえてそこをあなたに通しました。しかしいつまでもいつまでも騙され続けてはいけません。確かにあなたのうちに足りなさがあり、弱さがあり、罪があります。しかしあなたが悔い改め、そのことさえも感謝して私に従い始めるとき、その全ての事柄が益となることをすでにあなたは知っている。そしてあなたはそのことを信じています。踏み出しなさい。私はあなたの失敗も足りなさも全てのことを益として用い、私の力を、私の栄光を、私の十分さを
豊かに表していこうと主はおっしゃいます。栄光を私に返しなさい、栄光を私に捧げなさい。これから見る神の栄光は驚くべきものとなると主は仰せられます。最後に、古い歌ですけど、栄光はあなたのもの。聖霊様の豊かなご臨在をありがとうございます。先月聖火を通してご自身がご自由にあなたのご栄光と御業を表してください。信じて感謝してそのお名前によってお祈りします。アメン。どうぞお座りください。